客。はい、というわけで今回は京急線のエアポート急行に乗りまして天空橋駅にやってきました。羽田イノベーションシティという施設が新しく今年オープンしておりまして、飛行機写真についてご紹介していければと思います。こちらの施設から羽田空港の飛行機を眺めることができます。今回は飛行機写真についてご紹介していければと思います。今回ですが EF7200F2.8 の第三元ズームレンズですね。こちらとエクステンダー EF2 3型ですね。キャノンではエクスター、キャノンではエクステンダーと呼んでいますが、テレコンバーターを使用して撮影していきたいと思います。前回の動画でもご紹介していますが、第三元ズームレンズ、こちらが中古で約10万ちょっとで購入することができまして、これにテレコンバーターを使用する形で EOS R5 に導入しています。そうすることによって100-400のレンズと第三元ズームレンズ両方が使えるようなイメージです。あくまでイメージですが、 140-400mm という形で F5.6 透視という形で使用することができますので、今回はこちらのレンズを使用して撮影しております。はい、このような形で遠くを眺めますと、これは東京ゲートブリッジですかね。飛行機もこのようにたくさん並んでいます。ディズニーランドの山ですかね。夢の国、飛んでいる飛行機、発着陸している飛行機も眺めることができます。遠くには東京スカイツリーも見えます。空港の飛行機ですが、風向きによって近くを飛んでいく様子を見ることができます。風向きによってはこのような形でたくさんのカメラマンの方がこの天空橋駅にやってきているようです。超望遠レンズで手持ちで撮影されている方もいらっしゃいました。いくらするんだろうこれ。ご存知の方いたら教えてください。ここ足湯もあります。あったかいのでぜひ入ってみてください。ということで飛行機の写真を撮っていきたいと思います。撮っていた写真をもとに、今回初めてとなりますが DPP デジタルフォトプロフェッショナルを使用したロー現像をご紹介していきたいと思います。撮りたく、デジタルフォトプロフェッショナル、こちらのソフトウェアを使用してロー現像をしてみたいと思います。こちらはキャノン純正のロー現像ソフトとなります。ニコンで言えばキャプチャー NXD というものを使用していますが、今回 EOS R5 を新しく導入しておりますので、デジタルフォトプロフェッショナル4、こちらの現像ソフトを使って現像をしてみたいと思います。ポリテク、まずですが、こちらのソフトウェアの仕組みとしまして、左側にフォルダ階層が表示されておりますので、この中でローデータや JPEG データが入ったフォルダを指定していきます。こちらの構成としては、ニコンのキャプチャー NXD と近い形でフォルダ構成から直接ローデータを読み込むという仕様のようです。はい、このような形で指定をしますと、フォルダに格納されている画像がこのような形で一覧で見ることができます。表示形式、今は下にサムネイルを表示して上に大きく映し出す形として指定していますが、表示方法は変更ができるようです。表示方法については、この左下にアイコンがありますが、このような形でサムネイルだけを表示する形だったり、下にサムネイル、上に写真、そして左にサムネイル、右に写真という形でお好みに合わせて表示することができます。僕は以前まで使用しているキャプチャー NXT でこちらの表示形式を使用していましたので、この画面で操作していきたいなと思います。ポリテク、DPP の基本的な操作、現像の手順についてなんですが、今ご覧いただいているのが確認するための画面となっていまして、実際に現像するにはどのように画面を開けば良いのかと言いますと、こちらセレクト編集といったものがあります。これを押します。はい、そうするとこのような形で今選んでいた画像がここに表示されます。右側にヒストグラムであったり各ツール、そして一番下にはナビゲーターが表示されていますが、この画面を使用して現像を進めていく仕様となっております。ちなみになんですが、このセレクト編集、今1枚の画像しか表示されていないんですけれども、一つ画面を戻ります。現在選択している画像に対してセレクト編集という形になりますので、例えばこれを全て選択します。はい、このような形で全て選択をした状態でセレクト編集を押してみます。そうすると、はい、このような形でセレクト編集の画面に選んだ写真すべてが表示される形となっております。ですので、現像したい写真をすべて選んでからセレクト編集の画面に行くのがスムーズでいいのかなと思います。ちなみに今ここに撮影の情報が記載されています。撮影した日時であったり設定値が表示されているんですけども、ここなんですが、使用したカメラ、レンズについての情報が記載されています。ここの i ボタン、これを押すことによって表示することができるんですが、確かですね、初期設定ではカメラのボディ、またレンズの情報
情報というものがオフになっていたような記憶があります。ここを表示するにはどうすればいいかと言いますと、この i ボタンの隣に矢印ボタンがあります。これをちょっと押してみます。ポリテク、はい、そうするとこのようなポップアップが出てきまして、ここで確かですね、初期設定ではここが外れています。いくつかの情報だけが最初表示されている形となっています。もしここの情報に追加したい場合は、ここの画面から情報を追加することができます。個人的におすすめなのは露出の設定値であったり、カメラの情報、レンズの情報、最低限この情報があると非常に便利かなと思います。また順番は入れ替えられるようですので、例えばこのカメラの情報上に持ってきて、はい、レンズの情報も上に持ってきてみました。撮影日時、ファイルサイズといった形でお好みに合わせて表示形式を変えていただければと思いますが、このような形で設定値を変更することができますので、もしよろしければ設定してみてください。ポリテク、はい、それでは実際に現像を進めていきたいなと思います。今回いくつか写真をピックアップしていますが、この画像を使って現像していきたいなと思います。撮影情報をちょっと見ていきましょうか。今回は EOS R5 のカメラを使用して、レンズが EF7200F2.8 の2型の第3元ズームレンズを使用しています。この時の撮影情報は 135mm の望遠状態で手持ちで撮影をしています。夜でしたので、今回は F2.8 シャッタースピード15分の1秒しか出ませんでしたが、いかがですかね。15分の1のシャッタースピードなんですが、このように手ブレはかなり少ない状態で撮影できているかなと思います。 EOS R5 すごいなと思いますね。 ISO が800、露出補正はプラスマイナス0という形にしています。というわけで、この画像を使ってロー現像を進めていきたいと思います。ポリテク、まずですが、ここの右側の画面の使い方を見ていきたいと思います。一番上にヒストグラムがあります。このヒストグラムというものが画像の中の色情報、光の情報というものを表したパラメーターとなります。左側、こちらが黒い情報、右側に進むと明るい白い情報となります。この写真を見ますと、全体的に黒い部分が非常に多い写真となっています。ですので、このヒストグラムを見てみると、左側にパラメーターが大きく偏っています。白い部分、明るい部分が少ないので、この右側の部分がほとんどないという形になっています。黒の状態で一番上までパラメーターがいっている、これは黒つぶれが起きている状態となっています。明るい部分にもしパラメーターがいていると、それは白飛びしているという形で、黒飛び白つぶれが発生してしまうと、その部分は色の情報が失われてしまうというところですので、ロー現像の時に少し厄介な形になります。撮影時に少しパラメーターも気をつけていただければと思います。降りてく、それではまず簡単なロー現像の手順です。 DPP ですが、こちらはキャノン純正のソフトウェアです。レンズの補正というものをまず見ていきたいと思います。こちらのボタンですね、画像のレンズ補正を行いますとありますが、ここを押します。はい、そうするとこのような画面となります。まずレンズの情報を見ていきたいと思うんですが、ここですね、レンズデータなしとなっています。これは何かと言いますと、ソフトウェアにまだ撮影で使ったレンズデータが読み込まれていないという状態になっているようです。ライトルームですと、初期設定でバージョンに応じてレンズのプロファイルというものをどんどん適用することができるんですが、こちらの DPP においては必要なレンズデータを個別で設定する必要があるようです。設定するにはですね、こちらの矢印ボタンを押します。そうするとこのようなウィンドウが出てきまして、今回撮影したのが EF7200 の F2.8 2型のズームレンズ。2型と3型が同じ形でプロファイルが設定されているんですが、やはりほとんど同等のレンズとして見なされているようです。ここの情報をクリックした状態で開始通すとレンズの情報がダウンロードされます。今回はエクステンダーをつけた、テレコンバーターをつけた情報も一緒にダウンロードしてみたいと思います。開始通すとダウンロードしていますとありますが、これでレンズのプロファイル情報がダウンロードできます。はい、完了すると完了しましたと表示されます。はい、そうするとレンズの情報というものが適用することができますので、例えばレンズの歪みであったり色収差というところがおそらくですが適用されるんじゃないかなと思います。 L レンズでは比較的に歪みは少ないと言われていますが、通常のキットレンズであったりそういった際にはここのレンズ情報を読み込んであげると、樽型の歪みなどがおそらく補正されるんじゃないかなと思います。はい、まだ発売前ですが、RF7200 の F4 小三元のズームレンズももうすでにここに情報としてあるようです。最新版にアップデートをすることで新しいレンズにも対応しているようです。というわけで、ここのレンズデータをありにすることによってレンズの情報を適用することができますので、キャノンの純正レンズを使用されている方はぜひここからレンズデータを読み込んでみてください。ポリテク。
それでは次です。最初に設定されていた画面ですが、基本的な調整をここで行っていきたいと思います。まずですが、ここの画面では明るさの補正をすることができます。いわゆる露出補正です。ここでプラスマイナス0となっていますが、右に上げると全体が明るくなります。左に下げると全体が暗くなります。現像の方向性によっていろいろ調整していただければと思いますが、ここの部分で全体の明るさ補正をすることができます。ホワイトバランスですが、初期設定ではケルビンの数値が表示されていない状態になっています。他のロー現像ソフトと同等に設定をするには撮影時の設定オートとなっていたんですが、これを色温度と設定してみてください。はい、そうすることによってここが 5200K となっていますが、色温度を個別でマニュアル指定したい場合はここから右に寄せると暖かい雰囲気になっていきまして、左に寄せると冷たい雰囲気になっていきます。夜ですのでこの冷たい雰囲気も結構雰囲気があって個人的には好みです。一度ボタンに戻します。はい、細かい調整もここの下の方に行くと調整することができます。ピクチャースタイル、ニコンで言うとピクチャーコントロールと呼ばれていますが、ここで設定値をいくつかありますので、お好みに応じて設定してみてください。この部分はニコンのクリエイティブピクチャーコントロールの方が優秀かなと個人的な印象です。やはり20種類のパラメータがあるというところはニコンの強みなのかなと思います。下に行きまして、ガンマ調整とありますが、こちらも明るさの補正を行うことができます。色味の変化をつけることができますが、個人的には後に行うトーンカーブで行うことが多いので、あまりこの部分は使用しません。さらに下に進みますと、ここで基本的な色情報、明るさの情報を調整することができます。詳細設定とありますが、ここで色のコントラスト、左に寄せるとコントラストが優しくなって、右に寄せるとコントラストが強くなります。シャドウを引き上げると暗い部分だけが明るくなります。はい、こうすると黒い部分が明るくなります。左に回すことによって黒い部分がさらに暗くなります。ハイライトは明るい部分だけを調整します。右に持っていくと明るい部分がさらに明るくなります。あまり変化はないように見えますが、例えばハイライトを左に寄せます。そうすると明るい部分が少し落ち着きます。ここの照明の部分のにじみというのが抑えられたので、この写真でいうとハイライトを抑えるのはいいかもしれませんね。ここで色合いも変更できます。色合い変えると結構色味がぐちゃっとなりますが、はい、このような形で色合いを全体的に補正するにはこちらの色合いを使います。色の濃さとありますが、いわゆるサイドです。サイドをマックスまで上げると色がかなりきらびやかになります。ちょっとやりすぎると目がチカチカしますが、反対に左に寄せるとモノクロームに近づきます。ですがこちらマイナス4フルまで持っていっても DPP の場合は白黒に完全にならない仕様となっているようです。こちらではシャープネスのコントロールができます。アンシャープマスクと通常のシャープネスとありますが、こちらでパラメーターを変えることによってパキッとさせたり表現をすることができます。一番下にはナビゲーターとありますが、画面全体を表示できます。基本的にはこの画面を使えば大まかな設定をすることができるかなと思います。降りてく。隣に行きますと、こちらではノイズ周りのもっと細かい調整ができます。必要に応じてシャープネス、ノイズリダクションの調整をしてみてください。その隣に行きまして、トーンカーブはここにあります。実際に使用していきたいと思います。トーンカーブですが、大きく S 字を描くと綺麗に見せることができます。もちろん表現はそれぞれです。ちょっとやってみたいと思います。今回は3点ポイントを打つ形の S 字を打っていきたいと思います。まずは右の方をちょっと引き上げます。そうすると明るい部分が持ち上がって、この左側を下げることによって暗い部分が引き締まっていきます。この色の変化、お分かりになりますでしょうか。そして一番おしゃれに仕上げられるのが、この黒の最低のラインを引き上げることです。こうすることによって、はい、黒がちょっと灰色に近づいてフィルムっぽくなるの、お分かりになりますでしょうか。こうすることによって結構色のニュアンスが変わりますので、かなりおしゃれな写真に仕上がるかなと思います。トーンカーブを使いこなすことによって、何気ない写真でも結構いい雰囲気に仕上げることができます。もちろん自然な風景写真を撮りたい、色味が不自然なものは良くないよっていう方はあまり大きくいじらない方がいいかなと思いますが、表現の手法の一つとしてこのトーンカーブを覚えると写真の幅が広がっていくかなと思います。一番左側を変えることによって黒つぶれを意図的に起こすこともできます。ほとんどが黒で潰れていますが、いろんな手法を使って写真の表現を広げてみていただければなと思います。今回ちょっと変わった S 字にしますが、暗い部分を結構引き上げてみますかね。はい、こうすると飛行機周辺の暗い部分がある程度明るくなって面白いかなと思ったので、こんな変わった S 字にしてみました。写真に応じていろいろ調整してみてください。今行ったのは RGB 全ての色味を変えたんですが、例えばちょっと色表現を工夫してみたいなという時は R、レッドだけの情報にします。そうするとレッドのトーンカーブが表示されますので、ここでいくつかポイントを打って赤の情報を気持ち下げます。はい、そうするといかがですかね。ちょっと色の表現が独特の雰囲気に変わって、夜の雰囲気とかも一味違う形になるかなと思うので、トーンカーブいろいろ触ってみていただければ楽しいかなと思います。はい、いかがでしょうか。このような形で簡単ですが現像してみました。現像前と現像後の比較もしてみたいと思います。比較をするにはここですね、ここのアイコンで1
1と書かれていますが、左右で表示するという画面構成にすることができます。はい、これがビフォーアフターですね。左側が撮影時の状態、右側が現像で仕上げた写真となります。こうして比較してみると黒い部分が結構持ち上がっていますので、元の画像と比べてちょっと明るすぎるなと思った場合は、またトーンカーブ、最低ラインをちょっと元に戻してみたりすると程よいパラメーターが見えてくるかなと思います。ロー現像は最初やっている時はどんどんやってしまいますが、ちょっと時間を経ってまた見てみるとやりすぎだなと思うこともあるかもしれませんので、何度も見返しながら違和感のない自分なりの表現を見つけていただければと思います。ポリテク。それともう一つの機能なんですが、こちらですね、画像の色調整というものがあるんですけれども、こちら何かと言いますと、個別の色を編集することができる機能となります。 Capture NXD で言えば LCH エディター、 Lightroom では HSL の個別の色編集の機能となります。それと同等のものがこちら DPP にも用意されているようです。少し触ってご紹介してみたいと思います。まず一番上の色相ですが、これはいわゆる色合いですね。全ての色を大きく変えることができます。はい、全体の全ての色を変えますので、かなり違和感のある写真表現となります。一度元に戻します。はい、次にサイド、これはですね、先ほどの、ここの色の濃さに当たります。これを一番左まで持っていきます。はい、ここのサイドをゼロにすることによって、ここではモノクロの表現ができます。またこのサイド一番右まで振ります。200、はい、かなりギラギラした表現にすることができます。これに加えて色の濃さを変えるとどうなるんでしょう。やってみましょうか。おっ、さらに変わりましたね。ということで、ここのサイド別々のパラメーターとなっているようですので、めちゃめちゃ変えたいっていう時は両方適用しちゃえばいいかなと思います。というわけで、この色相サイドというものが、ここの個別の色ではなく全ての色に適用するパラメーターの項目となります。それでは実際に個別の色修正をやってみたいと思います。例えばこのレッドの H、 これが色合いに当たります。はい、赤の色味が少し変わります。真ん中の S、 これがサイドになります。 S を一番左に寄せるともう白黒気味に赤の要素だけが失われるという形になります。右に寄せれば赤だけが色鮮やかになります。 JAL のマークがはっきりするようになりましたね。 L ですが、これは明るさになります。赤の明るさです。下げると赤が暗くなります。濃くなりますかね。上げると明るくなります。白っぽくなりますかね。こんな形で赤の色だけを編集するといったものが、この HSL のパラメーターとなります。それがいろんな色各種ありますので、ここの表現を工夫することによって独特のロー現像に仕上げることもできるかと思います。例えば花の写真であれば花の色だけを残したり、草の色をちょっと変えたりといった形でいろんな色表現ができますので、ここの HSL 個別の色調整というものもぜひ挑戦してみてください。ポリテク。ちなみにこちら今現像したこの情報ですが、他の写真に適用することもできます。これはニコンのキャプチャー NXD でも同様ですが、現像が完了した状態でその写真を右クリックします。そうするとレシピをすべてコピー、また選択してコピーと2種類あります。選択してコピーというのは何かと言いますと、その下の選択してコピーの設定とあります。これを開くと個別の設定値を表示させられるんですが、ここで選んだものだけをコピーしたいというときは選択してコピーを選んでみてください。今回はレシピをすべてコピーを選んでみたいと思います。この設定値のことを DPP ではおそらくレシピと呼んでいるんだと思います。知らんけど。はい、ここでコピーした情報を別の画像に持ってきて、右クリックレシピをペーストと押します。はい、そうすると先ほどのちょっと緑がかった色の補正情報というものが適用されまして、またここのサムネイルを見るとわかるんですが、右上にアイコンがちょっと表示されています。おそらくこれが現像処理をしているよというアイコンなのかなと思います。 Capture NXT の際も少しご紹介していたんですが、1枚画像を現像してそれを複数に適用させて、その後に個別調整をするという形でしていくと現像のスピードが上がっていくんじゃないかなと思いますので、よろしければ試してみてください。ちなみになんですが、 DPP ではこのロー現像の編集情報というものが、おそらくなんですがローデータそのものに埋め込まれる仕様となっているような気がします。ここでローデータを保存しますと CR3 の拡張子のファイル、このファイルの変更日時が新しく更新されます。ですのでおそらくですが CR3 のファイルそのものにローの編集データが保存されたように見受けられました。 Capture NXT ではローの階層に新しくフォルダが生成されて、その中でプロジェクトファイルが生まれます。 Lightroom では別のカタログという情報で保管をしていますので、実際にローそのものにデータは保存しない形で別の管理となるようですが、 DPP ではローデータそのものにプロジェクトファイルも埋め込まれる形となるようです。もし最初に戻したい場合は上の調整というところから撮影時の状態に戻すというものを選べば、はい、初期設定に戻すことができますので、いろいろ現像を試しながら調整してみていただければと思います。ポリテク。現像処理が終わりましたら JPEG に出力してみたいと思います。出力の際はこの上の保存、
行します。そうするとここでファイル名を決定して出力場所を決めます。ファイルの種類はこのような形で TIFF もしくは JPEG を選択することができるようです。ここで出力サイズを変更できます。もし画像サイズを下げたい場合はここで例えば6000ピクセルといった形で画像サイズを抑えることもできます。プロファイル埋め込みとありますが、これを入れておくと写真の撮影情報、カメラの機種だったりレンズの情報を JPEG データに埋め込むことができます。はい、このように設定していただいて保存と押します。そうすると、はい、このように書き出し処理が行われまして、今回デスクトップを指定していますが、現像で編集した情報が JPEG データに書き出されます。書き出しの速度、写真データが重いせいなのか、DPP が時間がかかるのか分かりませんが、1枚の写真で結構時間がかかっているような印象を受けますね。ちょっとこのまま待ってみたいと思います。はい、無事に書き出しが終わったようです。このような形で JPEG データ無事に出力することができました。詳細情報を見てみますと、こちらわかりますかね。機種名 EOS R5 で撮影。使用ソフトウェア名 DPP、デジタルフォトプロフェッショナルとありますが、DPP でロー現像したデータであることが、ここ、JPEG データに埋め込まれている状態となっています。こんな感じでロー現像が終わったら JPEG TIFF に書き出しをしてみてください。こんな感じで DPP デジタルフォトプロフェッショナルの簡単なロー現像の仕方は終わりにしたいなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は天空橋羽田空港で飛行機の撮影をしまして、その写真データをもとに DPP でのロー現像をご紹介してみました。現像を始めたいなという時に、いきなりライトルームを最初から導入するっていうものは有料ですので、少し抵抗があるかなと思います。まずは自分のお手持ちのカメラの現像ソフトを使って、ニコンであればキャプチャー NXD、 キャノンであればこのデジタルフォトプロフェッショナル、これを使用して一度ロー現像というものがどういうものかというものを体験してみていただくのがいいのかなと思います。個人的な感想としましては、この DPP は少し処理が重めな印象を受けました。例えば Lightroom ではパラメーターの値を変えた瞬間にすぐに適用されますが、少し DPP ではタイムラグが生じるように感じました。ただたくさんの現像する必要はなく、何枚かだけピックアップして現像する程度であれば、全くこの DPP を使って問題ないかなと思いますので、こちらの純正ソフトを使ってロー現像を覚えていくのもいいのかなと思いました。こんな感じで撮影の様子であったり、ロー現像の手順、またカメラの情報についていろいろご紹介していきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押していただければとても励みになりますので、皆さんぜひよろしくお願いします。動画撮影もちょっとずつですが挑戦しています。またいろんな動画もアップできたらなと考えています。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。またね。バイバイ。